麻生大橋は、熊本県麻生郡南麻生村立野と南麻生村河洋麻黒川の国道325号の黒川をまたぐところに架橋されていた橋。通称赤橋。2016年の熊本地震で落橋したため2021年に新麻生大橋に掛け替えられた。国道57号から分岐したところにあるアーチ型が、 特徴の橋だったが、2016年4月16日の、熊本地震で橋の直下の断層が動き、橋脚を支える地盤がずれたことにより崩落した。2021年3月7日に、プレストレストコンクリート橋として復旧し、開通した。国道57号から分岐市南里屋へ至る、国道325号バイパスの一部として1967年4月に着工。 1970年12月に完成した。橋町は205.96メートル、福音は8メートル、黒川の谷底からは76メートルの高さにあった。総工費は3億1300万円。1986年時点では1日平均で約6000台が利用していた。橋の塗装は当初はオレンジ色で、1994年に、 警官調和と自殺防止対策として灰色に塗り替えられたが、以後も地元では赤橋の通称で呼ばれていた。橋の両側に幅の狭い歩道とフェンスが設置され、車道は追い越しと駐停車の禁止区間に指定されていた。待て待て、地蔵1971年の開通後、麻生橋からの闘神自殺が相次いだことから、 熊本県は1990年に橋の両端から水平に張り出す形で約1.5メートルの柵を2002年には高さ約2メートルの忍び返し付きのフェンスをそれぞれ設置し1994年には橋の塗装を灰色に塗り替えた自殺防止対策の結果2002年以降の闘神自殺は4件にとどまっていた地元の消防には闘神自殺者の捜索 救助のための救助工作車が配備されている。また、橋のたもとには地元住民により、待て待て地蔵が設置されている。2009年度からは、渋滞対策として、麻生大橋を拡幅し、国道57号への右折車線を15メートルから59メートルに延長する改良工事が実施され、2015年4月3日正午より、強要されていた。 2016年4月16日未明、喧嘩を襲った熊本地震の本震で橋全体が崩落した。地震発生時に自動車で橋を通行していた阿蘇市在住の大学生が行方不明となり、車ごと崩落に巻き込まれた可能性があるとして捜索活動が行われていたが、同年8月に遺体となって発見された。その後の調査で、 地震の前後で橋脚を支える地盤の位置が、右岸側は約2メートル、左岸側は44センチメートル、橋を圧縮する形でずれていたことが分かった。このずれにより橋のアーチ部が破壊されるほどの力がかかり、崩落に至ったと考えられている。崩落当時のまま残されている橋桁については、震災以降としての保存が決まっており、 2021年度に2000万から3000万円程度の費用をかけてワイヤーで固定する工事が行われる予定である。橋の再建は国が事業費の大半を負担する方針だが同じ場所での再建は困難との意見があった。その後、国土交通省は元の場所から600メートル下流に橋を架け直すと2016年7月5日に発表し、 さらに2016年7月29日に掛け替える、麻生大橋の橋梁形式を PC3 景間連続ラーメン箱桁橋にすることを発表した。橋長は345メートル、最大島長は165メートル、下部構造は逆、T 型橋台と RC 中空橋脚、張り出し式橋脚である。設計後に本格着工するまでは、 数年程度かかる見通しであったが、2017年4月16日に2020年度の全線開通を目標に工事を進めると発表され、2020年4月10日には2021年3月に開通する目途が立ったと発表された。2018年4月、国土交通省が地震による地盤のずれに対応できる構造を新橋に採用したことが報道された。 新橋が架けられる場所の下にも活断層があると推定されている。地震で地盤がずれた際の落橋を防ぐため、活断層の推定位置の桁を連続桁とせず、単純桁を採用し、その両側に当たる2本の橋脚と橋桁の接合部の強度を弱めて外れやすくし、橋脚上部の幅も広くして、接合部が外れた場合は、橋脚上部で橋桁を受け止める構造とした。 2021年2月2日、熊本県は新橋の名称を新麻生大橋に決定したと発表し、同日、赤羽和義国土交通省の記者会見で新麻生大橋が3月7日に開通すると発表された。3月7日、開通にあたり式典が開かれた。崩落した麻生大橋2009年時点の麻生大橋日が沈め、新麻生大橋に関するカテゴリー。 ありがとうございます。